長峰城は越後国区引郡長法に中世から近世諸島にかけて存在した日本の城。城主は中世に那須市、後近世に牧野市。旧吉川町あざ長峰商事湖城に一辺100メートルほどのほぼ正方形の土塁に囲まれた部分が現存。従来はこれが長峰城跡と考えられていたが昭和60年に発見された。 元禄九年町峰村小津をもとに、平成二年の吉川町市返産事業に伴い再検討された、結果、古城部分を含むより大きな金星城郭として完成されていたと結論された。これにより、従来から長峰城未完成のまま上野王御藩より直接に越後長岡に引っ越したと伝承される牧野市の天保も再検討の余地があるとする。 長峰地、最下地、及び低質地帯に周囲を囲まれた長峰と呼ばれる細長い小丘陵地を利用して築城された中世、城郭跡をさらに古代大,大名の牧野氏が近世城郭として城下町を伴う平山城に改造、拡充している。城の北部の長峰地や南部にあった最下地は外堀代わりの水堀の役割を果たしていたと考えられ、 長峰の丘陵部の地形を利用して二重の集合、土類、四個の牢台、大きな防牢台を備えた本丸とその西部にある、論主、北論主と呼ぶ区画、また東側に、空堀で本丸と仕切られた、間や、東部の高みの、大屋敷、ひづめと呼ぶ区画を配置した複角構造が認められる。大屋敷、ひづめの東側に面した水田はかつて不田であって、これも城の東端を守る。 外堀の役目をした。本丸に相当する古城地区の西方には武家屋敷があったと推定される小児名北論主、論主があり、それらの生誕には金堀と呼ばれる沢があり、長峰地の水の落ちる外堀の役目をしており、旧名大手先と呼ばれこの付近が城の大手口であったと推定され、本丸の土イも西側に2個の牢台に挟むように、 守られた孤高が開き、城は越後高田城方向を向いていたらしい。絡めては、本丸の北西宮に腰狂わを伴った炭屋倉の東側に裏門を開き、裏門から城の北側の長峰地に突き出た岬、三馬が花の根本に、道が連なり船着き場があったと推定されている。また、東部の大屋敷とその南側の長峰集落の間を、 仕切るように空堀が存在した。中世に、那須市の居城として築城され、その後水備。源那二年、二大将軍、徳川秀忠配家の牧野忠明が、上野国の大御城,城主から、越後国長峰藩主五万国として、違法、転入すると、那須市居城の移行に、蒸気構造で再築城。しかし、間もなく、牧野氏は幕府に、 同国長岡六万四千国に天保を命じられ、現内四年三月には長峰を後にした。その後は、高田藩領に編入されて、長峰に入場する領主はなく、長峰城は荒廃した。近世に成立した長峰村により空堀が一部埋められ、近代にはさらに城の土塁を大規模に崩すなどして、最価値や湿地帯は埋め立てられ、田んぼとなった。また現代は、 道路が設けられ、特に城の大手口から東西に車道が貫通市場の土塁や空堀が分断され以降が改変された。小児湖城地区の本丸相当部分は縄張り以降が比較的によく残っている。旧吉川町家寺の大滝家文書。元六九年は西暦1696年。松永康夫によれば越後高田城主。 松平忠敬る会駅直後の牧野氏入法という状況で2年間も白紙完成であったのは不自然と見る。間屋は現在、お馬屋に表記されるが、元は間屋敷で、お間屋敷と当てたとみて、またこの付近で古い土も発見されたことから、城主の館があったとの見解もある。また前景、元禄九年町峰村小津では、三倉と表記されている。大屋敷は、 東部の独立法とも言うべき小山に存在する区画で、中世には別個の城塞であったと見られ、薪の出域によって取り込まれて、複式状角なったと解釈される。東西に並列配置した連隔式に近い特徴を備える。大手先付近の金堀には、太平洋戦争前までは、細い目標がかかっていた。大手先の西側は、障子。 市長と呼ばれ城下の商業地を設けようとした後とも推定され、今後の調査の進展が待たれる。ありがとうございます。